ビートルズ・ビートルズの作品 Please Please Me プリーズ・プリーズ・ミーはビートルズ初のイギリス版公式オリジナルアルバム。1963年3月22日にモノラル版が発売され、ステレオ版が1963年4月26日に発売された。1963年2月11日にシングルとして発売された4曲を除く、 全10曲をレコーディングするという短期間で制作されたアルバムで発売から6週目の全英アルバムチャートで最高位1位を獲得。その後自作 With the Beatles で第1位を獲得するまでの30週連続で1位を獲得した。ホアルバムはセカンドシングル Please Please Me のヒットを受けて急遽制作されることとなった。当初は キャバーンクラブで観客を前にしたライブ録音が計画されたが、キャバーンクラブが音を録音する環境としては良くなかったので、EMI レコーディングスタジオにて、スタジオライブ形式でのレコーディングが行われた。セッションは午前と午後の2回で予定され、後から夕方からのセッションが追加された。1963年2月11日の午前10時に、 ビートルズとプロデューサーのジョージ・マーティンはスタジオに入り、約3時間のセッションを3回繰り返し、10時間弱でシングルですでに発表されていた4曲を除く10曲を録音、1日でアルバムを完成させた。時間と予算が限られていたことから、ほとんどの曲は原則一発取りで制作された。また、収録曲14曲中6曲は、 この頃のビートルズがライブで好んで演奏していたアメリカの R&B、ロックンロールなどのカバーで締められている。ホールドミータイトもこのセッションで録音されたが、次のアルバム、ウィズ・ザ・ビートルズに回された。録音当日、ジョン・レノンは風邪をひいており、その影響でボーカルがやや鼻声になっている。ジョージ・マーティンはジョンの喉への負担を考慮し、 ツイストシャウトの録音はセッションの最後に行いにテーク録音し第1テークを採用した。解散後にジョンはビートルズのライブ感の生々しさを出しているという点ではこのアルバムが一番近いと発言している。なお2月20日にマーティンによってベイビーツユーにセレスタミズリーにピアノがオーバーダビングされているがこのセッションにはビートルズは関与していない。 アルバムタイトルが決定するまで、マーティンはオフザビトルトラックとすることを考えていた。このタイトルは1964年にマーティンが発売したオーケストラのアルバムに使用された。ジョージ・マーティンは自身がロンドン動物学会の名誉フェローだったことから、ロンドン動物園の昆虫コーナーの外でビートルズのメンバーにポーズを取らせたものをカバーにすることを考案。しかし、 この提案は却下され、写真家のアンガス・マクビーンにマンチェスター・スクエアにある EMI 本社の吹き抜けからメンバーが見下ろしている写真を撮影するように依頼された。発売から7年後の1969年に、同じ場所、同じ構図で撮影された写真が未発表アルバム、ゲットバックに使用される予定となっていた。 1963年のフォートセッションのアウトテイクと1969年に撮影された写真は、それぞれ1963年に発売された EP ビートルズナンバーワン。No. 1973年に発売されたザ・ビートルズ1962年から1966年、ザ・ビートルズ1967年から1970年に使用された。 1963年当時の監修で、モノラル版は3月22日、ステレオ版は4月26日に発売された。モノラル版とステレオ版の発売日が異なっているのは、ビートルズのアルバムでは、唯一のケースである。レコーディングは、実質1日、既発曲の4曲を含めても、計3日間という、極端な短期間で制作されたが同アルバムは、発売と当時に、 大ヒットを記録。イギリスのメロディメーカー誌で第1位を30週連続記録した。アルバム、Please Please Me を第1位から引きずり下ろしたのは、セカンドアルバム、With the Beatles だった。CD は1987年2月26日にモノラル版のみで発売され、ステレオ版 CD は2009年9月9日に発売された。ステレオバージョンが存在しない。 ラブミールと PSI ラブユーの2曲は当初は技術テレオバージョンで LP 版に収録されていたが CD にはモノラルバージョンのままで収録されている日本では来日記念版という形で曲順とジャケットデザインを変えて写真集をつけた形でステレオこれがビートルズボリューム1のタイトルで1966年に発売イギリス版と同じ曲順と デザインで発売されたのは10年後の1976年6月だった。アメリカでは CD が発売される1987年まで発売されず一部の楽曲をカットした編集版が1964年に BJ レコードから Introducing The Beatles のタイトルで1965年にキャピトルレコードから The Early Beatles のタイトルで発売された。 現在も名盤と評価され、ローリングストーン、オールタイム、ベストアルバム500において39位、オールタイム、ベストデビューアルバム100において、第17位を記録。出展ビートルズ外部、ミュージシャンスタッフステレオ。これが、ビートルズボリューム1に関するカテゴリー。ありがとうございます。